よっちりんさんからいただきました。ありがとうございます。諏訪部さん、えのきさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。我が家には個人的に両面スクナと諏訪部さんが大好きな私と、虎杖悠仁が大好きな5歳の娘がおります。ずいぶんちっちゃい。一気ではそんな両面スクナと虎杖悠仁が少しでも仲良くしてくれればという願いも虚しく終わりましたが、今回も難しいでしょうか。いや、難しいですか。まあすでにもう難しい、ね、難しいです。もうこの音源を持ってして無理ですって、はい、無理に、もう和解は不可能では、不可能な状態にはなっているとね。なんたってもうね、はい、リバースしてますから。そう、入っちゃってますからね。うん、これはそうなんだね。5歳の娘さんもショックなんじゃ。虎杖大好きな、多分5歳って言うと幼稚園とか保育園とかそれぐらいの年齢か、ね、まあ、小学校前です ね、 ね。すごい、そんな小さい子も呪術廻戦大丈夫な。いやちょっと心配になるけど、まあ、今配信とかでもね、うん、見れたりしますから、時間関係なく見れるから、ちっちゃい子もね、何かポジティブなものをね、はい、うん、何かもし見たとしたら、そうですね、うん、僕と諏訪部さんは仲良しなんで、そうね、そこが大丈夫です。そこは大丈夫です。あの、それは、ね、あのね、ここは憎み合ってるわけではないので、楽しく過ごしておりますから、そうですので、その辺はね、はい、ご安心で、はい、でもこれね、こうやってる人たちは仲いいんだよっつって言ってもらえればね、お子さんにね、そうですね、うん、そうそうそう、実はね、そういう感じですね。はい、うん、5歳すごいな、そんな子も見てるんですね。まあね、やっぱりでも本当年齢もそうだし、はい、国も問わずだし、はい、世界中でね、呪術廻戦もね、はい、放送配信されてるわけじゃないですか、はい、各国語に吹き替えられたりとかして、はい、しますね。ね、やっぱなんか反応とか来たりしますか、見てますとかってよく。あ、でも海外の方とかからもリアクションあるよね、はい、それこそそういう、そうなんですね、何 X とかでも、はいはいはい、うん、やっぱ外国の方から の、はい、あのリアクション来るからね、はい、うん、なかなかでも翻訳して読まないと読めなかったりするから大変ですけども、うん、ありがたいですよね。お手紙なんかもやっぱり事務所宛てとかで海外からいただいたりとかするんで、ありがたいですよ。本当に年齢問わず国問わず、うん、反応いただいてて、うん、ありがたいです、ね、今回のね、そのマコラ戦なんかもね、やっぱりこうやって見てくれた方もいらっしゃると思うんでね、はい、でもその賛辞はね、我々にも欲しいですけど、はい、ぜひこの映像の方をクリエ絵をね作ってる皆さんの方にもですね、はい、もう盛大な賛辞をね、はい、ハッシュタグ番組のつけて、番組のつけて、うん、分かりやすいじゃん。そうですね、分かりやすいしね、はい、うん、そうですね、感想をこう X とかで書いてもらうだけでも励みになるので、うん、そうやっぱり頑張った人たちにはそれなりのなんかね、そういう賛辞欲しいじゃん。そうですね、報われた感は、ね、出してほしいと思う。ありますね、うん、まあ、我々はね、割とこう見られやすいから、表側というかね、うん、まあ、こう賞賛受けやすい側ですけども、うん、そうやってなかなか賞賛を受けにくい立場にいる、ね、そう、やっぱり映像っていうか絵あってこそのアニメーションなんで、うんうん、そこはね本当に、うん、いいもの見たなって時はそのいいもの見たっていう気持ちを分かりやすく、はい、ネットとかでも感想とかでもガンガン書いてほしいなと思いますね。そうですね、うん、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということで皆さんメッセージ。